シェナブ橋は、インド共和国ジャンム・カシミール連邦直轄領、DC 地区のインダス川水系シェナブ川上流に、建設中の構成アーチ橋と、鉄筋コンクリート製高架橋である。建設中の橋梁シェナブ川構成上路、式アーチ橋であり、全長1315メートル、川底からの高さは359メートル、橋脚の最大高さは132.5メートル。 アーチ橋スパンは467メートルとされ、世界で7番目に巨大なアーチ橋となり、2022年12月までに完成予定である。シェナブ川上流のユーダンプールとカシミール渓谷の北西端のバラ村の区間に建設している。橋脚は18本あり、そのうちの4本が西側、14本が東側に建設された。コンクリート製アプローチ橋の橋脚は、 長さ650メートル、構成橋脚は185メートル、床板幅は13.5メートルである。2002年、ジャンムーカシミール州の社会経済とインフラの強化、都市機能の分散などを目的としてインド、鉄道省によるジャンムーバラ村線の未開通区間の、布設が認可された。また、ノーザン鉄道は、インド独立後の公共交通機関で最大の国家、プロジェクト、 メガプロジェクトとして宣言した。インド国鉄の子会社の根幹鉄道が建設しており、走行費は51.2億ルピーである。道路線が開通すると、ジャンムーカシミール直轄領の陶器の首都ジャンムーとバラ村を約6時間半で接続可能となる。幅14メートルのデュアルキャリージュウェーと1.2メートルの中央分離帯が設置される予定であり、 歩道と自転車道も隣接して設置される。開業後は観光地として整備するほか、スポーツイベントとして、バンジージャンプやフットパス、サイクリングなどの開催が計画されている。根館鉄道がプロジェクト全体の建設を担当している。シェナブ橋の建設は2004年にアフカンズ、インフラストラクチャー、大韓民国のウルトラコンストラクションエンジニアリングカンパニー、 ムンバイの金融仲介機関の VSK インディアによって合弁事業として発注された。また、フィンランドの WSP とドイツのラップがプロジェクトを受注し、オーストリアのビッシュ、ビエンナコンサルティングエンジニアズポーランドズウォティ、GMBH とデンマークのヨークム・アンドレアス、セール・トランポルテが橋梁を再設計した。アクゾノーベルは橋梁の塗装を担当した。橋梁工事と、 同時進行のトンネル工事は、ベンサー・コンストラクション・カンパニーが担当している。氷点下摂氏20度の環境下や最大風速時速 266km 地震対策として、インド工科大学が地盤を調査し、マグニチュード8クラスの地震などの自然災害に対して、安全性があるとしている。また、カシミール紛争による治安悪化からテロが発生しやすいため、セキュリティ強化として、 大爆風設計を採用しており、63mm の特殊防爆光が表面に使用されている。橋脚も最大 40kg の TNT 爆発に対する大爆性があり、17本の橋脚のうちの1本が変形した場合も崩壊しないとされる。また、警備として CRPF が配備されている。橋梁監視システムとして、 橋梁上にインド鉄道と防衛研究開発機構が共同開発したオンラインセキュリティシステムが導入されている。また、設計速度は時速 100km としており、風速時速 90km を超過すると列車が通行不能となる。また、老朽化対策や定期的な塗装工事の負担減少として15年以上の劣化や腐食を防止する特別な対腐食性。 塗装技術が開発された。橋梁の対応年数は120年を想定している。安定性評価は、複草な設備面を含む岩盤挙動のモデル化に適する汎用、個別要素法解析コード UDEC や 3DEC を使用し、両岸の形状をモデル化した上で、荷重や応力、変形量を推定された。風荷重や静的力係数、突風干渉作用、 東過性的風荷重などは、ホーステクノロジーと共同して、物理的な地形モデルと、風洞実験室における実験より算出しており、最終的な構造決定に使用される。インド鉄道規格、インド道路会議、インド規格などは安全性が不十分だと判断されたため、英国規格やエタックス、国際鉄道連合などの国際規格で保管された。 建設中の橋梁ケーブルクレーン仮設工事、入札段階で他の構成アーチ橋やシャバリ橋が検討されていたが、地質や建築資材の費用や運搬、施工などを考慮された結果、上地式構成アーチ橋と鉄筋コンクリート製連続高架橋が採用された。塗装が必要されない上に橋脚都市間を最小限にされるため、保守点検の負担が減少するとされる。 地質は、シワリク丘陵地帯の堆積岩や、業界隠れ岩などから構成される、第三基層であり、大規模な破砕帯は存在せず安定しており、調査構内で、プレートロードテストや一面戦断試験を実施し、強度や変形特性などを同時に特定した。シェナブ橋周辺は、ヒマラヤ山脈の複雑な地形により道路交通網が不十分のため、 流路を阻害しない最長12メートルの部品が搬入可能な約5キロメートルのアプローチ道路が両岸に建設され現地で構築された。また、水道や電力系統が存在しないため、コンクリートを製造する際は山中の水を使用し現地で発電されている。2017年11月5日から開始したアーチの建設に際し、 両岸の2本の基礎に20トンの移動式クレーンを設置された。送り出し工法により、両岸のデリックから2本の構成リブ付けアーチとトラスを溶接し、最終的に横スライド式の桁橋を両岸から接続する。また、高架橋の一部は曲線であるため、段階的に工事されている。建設に際して、鋼材2.463万トン。 鉄筋5462トン、コンクリート46000立方メートル、掘削量800万立方メートルが必要とされている。2020年1月時点で、鋼910トンのうち5462トンの施工が完了しており、工事の83%が完了している。1994年、ジャンムーバラムラ線の鉄道布設として、 ユースブルプロジェクトが認可された。シェナブ橋を含む未開通区間の建設は2002年に国家プロジェクトとして宣言され、2003年に整備が開始し、2004年にシェナブ橋の建設が開始された。2007年8月15日までの竣工予定だったが、2009年12月に延長された。しかし、2008年7月に強風による、 安全性と実現性に対する懸念からシェナブ橋を含むプロジェクト全体の工事が中止された。その後、ルート変更案が提起されたが、2009年6月に鉄道委員会により安全性が再承認され、不設も再認可された。同時にアーチ橋スパンは467メートルに変更された。2010年にプロジェクト全体の工事は再開され、 シェナブ橋の工事は2012年に再開された。2013年、ルート変更案は廃止され、2015年に、竣工予定だったが、2016年に延長した上に、竣工されなかった。2017年11月に、橋梁両岸の基礎工事の完了と同時に、アーチや橋桁などの建設が開始し、2019年5月に、竣工予定とされたが、 幼稚買収の問題から2018年12月に2019年末までの竣工は困難だと発表された。また、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、さらに延長された。2021年2月、2022年12月に竣工予定と発表された。ありがとうございます。